戦国武将のさっさなり政が厳冬期に富山と浜松を往復する列島横断を果たしたさらさら越えを紹介します。織田信長亡き後も越中の支配を委ねられていた成政は本拠を富山城に構えていた。この時成政は秀吉方の前田利家と越後の上杉景勝に攻められ東西から強撃されつつあった。さらには小牧長久手の戦いで名手と仰ぐ織田信雄が11月に秀吉と単独で和睦に踏み切ったのだ。結果徳川家康も停戦してしまう。戦い続けることを選んだ成政は何としても家康の協力を必要とした。このような状況下で成政は敵の目をかいくぐり極寒の飛騨山脈を往復したのである。しかし家康から物部勝からも良い返事はもらえなかったのだとか。